アクセサリーをつけたらこんなに可愛くなるよのポニーテールアレンジをやっていきたいと思います。こんにちは。こんにちは、渡辺です。サイレントはい、はい、始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いしますお願いします。で、今日はどうすんの。アクセサリーをつけたらこんなに可愛くなるよのポニーテールアレンジをやっていきたいと思います。魔法かけんのか、お前さで、どんな感じだそれは。まあ、見てみてもらったらわかります。あ、本当ですか。はい、わかりました。じゃあ、早速いきましょうか。じゃあ、はい、それでは動画をはい、全体を巻いてオイルをしっかりつけた状態です。今日使ったオイルはこちらの N ドットのオイルです。使っていく道具はこちらのダッカール、小さいシリコンゴム2個、ヘアゴム、こんな感じでクリップタイプのアクセサリーを使っていきます。まず、おくれ毛はお好みで、下ろしたい方は下ろしてください。そして、耳上で、結構汚いんですけど、このくらいざっくりで大丈夫なので、耳上で半分に取り分けていきます。上の髪の毛はダッカールで留めておきます。下の髪の毛をまとめて、だいたい襟足の生え際よりも少し上のあたりでゴムで結んでいきます。ここの部分を3ミリ束でほぐしていきます。ほぐすときは横に広げるように少しずつ広げていきます。反対側も少しずつほぐしていきます。こんな感じです。上のダッカールを外します。そして下の髪の毛と、ま、一緒にまとめるんですけど、このまままとめていくとこの辺がだれてきやすいので、一度手ぐしでざっくりまとめたら、束を一回転ねじって下の髪の毛とまとめていきます。こうするとここの部分とかこの部分がこう下によれてきにくいので、しっかりとまとめてくれます。ゴムで結んでいきます。なるべく最初に下の部分で結んだゴムと同じ場所で結べるといい感じです。次にほぐしていきます。結構たくさんほぐしたいので、ゆっくりほぐしていくので一緒にやっていってください。ゴムの部分からこの辺とこの辺で少し上に行って、この辺と反対側でこの辺で、この辺はちょっとよれやすいので、ほんの少しだけ引き出します。上の方まで少しずつ少しずつほぐしていきます。後ろの部分はちょっと見えにくいんですけど、何箇所かほぐしたら、ちょっと合わせ鏡とかをしなくして確認しつつやってみると全体のバランスが見えたりするので、やってみてください。顔周りとかは前で鏡を見ながら引き出すとバランスが分かりやすいです。こんな感じでほぐせたら
完璧です。最後にアクセサリーをつけていきます。まずはヘアゴムからゴムの部分に合わせてあげて毛束を通します。で、ゴムが出てしまうときはしっかりと直してあげてください。クリップタイプのヘアアクセをランダムにつけていきます。だいたいこの辺とこの辺ですね。で、反対側にもこの辺こんな感じでつけます。こんな感じで完成です。初めてワンテイクでできました。拍手。はい、ということで、はい、ザ・ファーストテイクいかがでしたでしょうか。歌番組みたいな。はい。でも初めてワンテイクでできました。そうですね、いつもね何回もやり直すんですけど、今日も全部完璧にいって。練習してたの？いや、全然してない。そんなことない。緊張しよかった。はい。よかったです。じゃあポイントお願いします。ポイントは、うん、まずねじるところですね、うん、ねじることによってこうギュッと締まってくれるので緩みづらい、うん、なるほど。はい、あと上と下に分けることも、うん、緩みづらいポイントにもなります。だから髪の毛多い方はぜひやってみてくださいね、はい、そういうことをね。はい、あとアクセサリーをつけるとき、ゴムのアクセサリーは、うん、難しいんですけど、アクセサリー部分を当ててから結んであげると、うん、意外と簡単にできちゃうのでやってみてください。なるほどね。ゴムからやると難しいけど、当てながらくるくるってやると完璧ってことね。さすが、ザ・ファーストテイク、今日もいかがでしたでしょうか。わけわからんね。次歌うかもしれない、ね、歌う、なんかリクエストあればもしかして歌うかもしれないんで、はい、まあ、一回みんなで歌っても面白いですね。はい、頑張ります。はい、またよろしくお願いします。はい、はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。